制限区域を抜けて4番搭乗口の前に来ました。搭乗口来ましたらめちゃくちゃ人がいるんですね。これなんでかなと思ったら、ジェットスターの便が1時間遅れてるってことで、まだジェットスターに乗るお客様がね、搭乗してないんですね。そのためジェットスターのお客様、そして僕たちが乗るニュージーランド航空のお客様が4番出口の前でうじゃうじゃいて、みんな地べたに座ってるような状態です。今4時25分なんですけれど、僕たちは4時半に搭乗開始なんですね。でジェットスターの便、3時50分搭乗の便となります。僕たちもちょっと危険になるのかなというちょっと不安があります。乗るニュージーランド航空が入ってきたので、僕たちは定刻通りに動きそうな感じではありますけど、ジェットスターの方から搭乗させるような手続きに入っておりますので、僕たちも多分遅延するのかなと思います。まあ、まずはこのちょっとビール飲んでね、時間潰そうかなと思います。今ね、ジェットスターの搭乗が始まりました。みんなね、一気に列に並んで搭乗するような感じですね。ようやく僕たちが座れるような感じです。ありがとう。予定より30分遅れで搭乗いたしました。でそのため今4時59分です。もうそろそろドアが閉まってプッシュバックが始まるんじゃないかなという感じです。今回も飛行機がこのエアバス 320D で、きっとね同じ飛行機で3列3列で、フィンランドの空港は着陸時に世界で最も綺麗な空港の一つとして選ばれております。出発の時はねちょっと見れるかどうかわかんないんですけれど、楽しみにしたいなと思います。今ちょうど機内放送が始まりました。遅延してごめんなさいというような言葉でしょうかね。多分大体そんなことを言ってるんじゃないかなと思います。飛行機の方が離陸しまして、皆さんね分かる通りめちゃくちゃ綺麗ですよね。これもね飛行機に乗るから味わえる限定の風景じゃないかなと思います。雪が積もった、ね、山脈を見ながら撮影をしているんですけれど、いやこれを見るとねまたクイーンズタウンに行きたいなってどうしても思っちゃいますよね。ちょっとあと1時間半のフライトなんですけど、
この風景を楽しみながら、オークランドの方に帰りたいなと思います。今機内サービスの方でコーヒーとしてクッキーいただきました。結構ね、このクッキーも分厚い、2枚ぐらい入ってるのかな。あ、いえ、1枚ですけど、でかいですね。で、今ちょうどラグビーのワールドカップということで、ラグビーのね、絵が描かれています。がありました。あと15分くらいでね、オークランドに着くようなので、着陸態勢の準備が始まりました。キャビンアテンダントの方もね、最終チェックの方に行っております。1時間半のフライトも、もうあっという間に終わるような感じです。今日の夕飯はさっき決めたんですけど、最後ムール貝食べようかなと思います。1日目に、行って帰ろうとしたらもう全部売り切れてて食べれなかったので、最後それを食べて、今日は寝て、明日はオークランドから、ワイヘキ島のねワイナリーに行こうかなと思います。Sorry. Okay. 喝一杯葡萄酒。你自己什么时候拿出来，我都没看到。皇后舰的奥克兰价格是不多远，一个人250人民币左右。奥克兰的机票钱也是一样，差不多一样的价格。对。然后今天坐的飞机也是50%都是中国客户，然后其他的当地人呀，还有我们的那边人呀，还有其他的国家的人，然后不知不觉到了一个半小时的南岛到北岛，北岛南岛到北岛，哦，有点难，说不出来。已经到了8:30，就去外面吃饭，吃东西，然后喝酒，享受新西兰的晚饭。那出发。谢谢大家观看我们的这个视频，如果你喜欢这个视频呢，记得转发、收藏、点赞、评论。那我们以后也会分享更多更有意思的旅行的视频给大家，谢谢。